フレスコがイコン、復活。現在は、カーリエ博物館となっている、ホーラ修道院の聖堂内、湾曲した天井に描かれている。シュハリストスがアダムとエヴァの手を取り、地獄から引き上げる情景を描いたもの。この、ハリストスの地獄ぶりのイコンが、聖教会においては、復活大祭のイコンとして定着している。復活大祭鉄屋等の一場面聖教会の、 復活大祭に、信者が持ち寄った食品の入ったカゴを、被災害即を使い清水をまいて、聖気を死している。復活大祭は、聖教会において、最も重要な祭日。イース・ハリストスの復活を記憶する祭りであり、聖法教会における、復活祭に相当する。聖法教会と同様、復活大祭の日付は年によって異なる。 聖教会において、復活大祭は、旧約聖書における杉越しの成就であり、新しい約束の時代の新たな杉越しであると位置づけられるため、杉越しを意味する、ヘブライ語に由来するパス派と呼ばれる。聖教会は、聖方教会と異なり、イースターとはあまり呼ばない。復活大祭と復活再起の間、信徒の間では、ハリストス復活。実に復活。 挨拶が交わされる。ハリストスの地獄ぶりとはまた別の構図をとる。復活大祭のイコン。女たちが香料を携えて、ハリストスの墓を訪れた際、そこに天使がいて、ハリストスの復活を告げたという聖書の記事に基づくものであり、地獄ぶりのイコンと並んで、伝統的な構図である。地島の県境聖堂のもの。聖教会における、 復活大祭は、イース・ハリストスの死への勝利、それによって、人に及んだ救いの記憶であり、数また、イース・ハリストスの再臨の型取りである。このため、復活祭は、他の一切の祭りと別格のものとして位置づけられている。ナジアンゾスのグレゴリオスは、その説教の中で復活祭を、祭りの祭り、祝の祝と呼んでいる。ハリストス教徒であることの喜び。 すなわち救済への希望はイエスの復活によるからであり、この日以上に喜ばしく祝われるべき日は信者にとっては損しないからである。この理解はコリントの信徒への手紙1の15章14節にある使徒・パウロの言葉によっても裏付けられている。また復活祭は単に復活という一つの出来事を記憶するにとどまらない。ハリストスは信じる者にとって死から生命また真理への 門であり、杉越である。復活を祝うとは、罪から許しへ、死から生命へのそのような移り行きが、ハリストスによって与えられていることを祝い、また斧がそのような移り行きを日々生きていることを想起し、信仰へと己を鼓舞することでもある。生体礼儀を含む復活大祭の方針令は、土曜日から日曜日へと日付の変わる、真夜中に行われる。ほとんどの教会で、 復活大祭は、教会歴上は前日である、聖大スボタの徹夜課から引き続いて行われ、創加の後、生体礼儀を行う。早かの後、時家を続けて行うところも多い。復活大祭の方針礼を、真夜中に行うことで、この最も重大な祭りを行うにあたり、その日に、他の祭りを先立って行わないことを確実なものに、している。 クルスク県の復活大祭の十事業聖協会の司祭。ロシア聖協会では赤の祭服を復活大祭から始まる40日間の復活祭期に用いるが白色を用いる協会の方がロシア以外では多い。セイスボタの夜半化の最後に聖堂に安置されていた眠りの製造が黄門から イタリ聖書に運び込まれ、黄門が閉じられると、新品は衣服を改め、道内の照明は落とされて、代わりに灯されたろうそくから、信者はそれぞれ職を分かち合う。信者は皆聖堂から退出し、教会の外で十事業を行う。聖堂を参集した後、一堂は聖堂正面に立ち、司祭と聖火隊の交渉により、聖火が歌われる。 司祭は67世への冒頭に基づく聖歌を歌い、聖歌隊はその節ごとにパス派のトロパリを歌う。復活祭で初めてパス派のトロパリが歌われる時である。その後司祭がハリストス復活と称すると信者が実に復活と応じる。この音は復活大祭の方針例においては常に3度繰り返される。この後、 一道はパス派の三詩を歌いながら、聖堂内に入り、ろうそくを剣じ、またそれとは別に各人が手に灯したろうそくを持ち、方針霊に参加する。なお国によってはこのろうそくを灯したまま家に持ち帰り、家庭の火をそれによって灯す。早かでは、ダマスコの聖ヨアンの死による八つの歌唱が歌われる。教区によってはこの後自家を続ける。この中で、聖死不困ヨアンの 復活祭の説教が朗読される。また卵の聖清も、早かが終わって、以降に行われる。なお、大時中節性の対象であった食物は、復活祭祭の方針例が終わった後に初めて、食される。生体礼儀は、金口、ヨアンの生体礼儀による。最初の大連邦に先立ち、パスハのトロパリが歌われる。また、生産宿分の代わりに、洗礼式の成果である。 ハリストスによって、洗いを受けし者、ハリストスを着たり、アリルイアが歌われる。ハリストスに洗いを受けし者を歌うのは、伝統的にこうした大祭日において、聖人のための洗礼が行われたことに由来する。朗読では、使徒行伝とヨハネによる福音書の冒頭が読み上げられる。外国人のいる教区では、福音朗読は、複数の言語で行われる。また、 生仮民女マリアにも通常の時期とは違う、特別の成果、温調を満ちこむる者やや、神の使い慈しみを満ちこむる者に呼んで、曰く、新たなるイエルサリムが捧げられる。性変化や良性宿分のように、通常はひざまずいたり荒廃する場面でも、復活再起においては、立った姿勢のままを保ち、頭を下げる程度で敬意を示す。これは、 正教会において立つ姿勢が喜びを表すことによる。ウラジーミルロースキーによれば、復活大祭で用いる製造には2種類がある。一つは、ハリストスが地獄に下り、死を踏みつけにし、人祖アダムとエワの二人の手を取って引き上げるというもので、ある。周囲を、これも地獄にいる預言者とダベドイカレダ代の章が取り囲んで賛美する。アダムとエワを含めて、彼らは皆聖人として、 後輩を描かれている。地獄は岩山の中の洞窟のように描かれる。もう一つは、傾向女と呼ばれる女弟子が、ハリストスの墓を訪ねていったところ、ハリストスはすでに墓におらず、代わりに天使に会う場面を描いたものである。遺婚によってはこの二つの場面を合成したものもある。復活大祭の後、商店祭までの40日間の時期を、復活祭期と呼ぶ。 ハリストスが弟子たちと共にいた期間の型取りであり、人によっては復活祭期をも復活祭と呼ぶ。喜びの時期であり、この期間は復活大祭と同様、祈祷は常に立って行う。復活大祭の後の一週間は特に、光明週間と呼び、この間はイコノスタシス中央の黄門が開いたままにされる。光明週間の間は、時が解禁となり、水曜日や、 金曜日の食事の節制は行われない。復活祭期の間も、復活祭のいくつかの要素が引き続き用いられる。通常の時期と異なり、祈祷の開始には、天の王の代わりに、パスハの三子祈祷の終了のマリアへの成果は、常に服にしての代わりに、新たなるイエルサリムを用いる。ハリストス復活、実に復活の王道は復活祭期の間、聖教徒の間では、 挨拶として用いられる。このようにして、いわば40日間が一つの日であるように祝い続けられるのである。各年の日付の詳細については復活祭の項を参照。第12回アコ会議の決定によって、春分の後の満月の直後の日曜日をもって復活大祭に充てる。一般には、正教会では、ユリ薄ス暦の3月21日をもって春分とする。 この場合、復活大祭の日付は、グレゴリオ歴に換算して4月4日から5月9日までのいずれかの日曜日となる。グレゴリオ歴を用いる、西方教会とは復活祭の日付が一致しないことが多い。日付がずれる場合は、1週、2週、5週のうちいずれかとなる。両教会の復活祭の日付は一致することもある。2007年の復活大祭は4月8日で、 東西協会共通である。一方前年2006年の復活大祭は、グレゴリオ歴の4月23日に当たる。まに生新女福音祭と復活祭が同じ日に当たることがあり、これをキュリオパス派と呼ぶ。この時には復活祭の方針例の中に、生新女福音祭の成果が繰り入れられる。近年では、ユリウス歴を用いる教会では1991年に、 この祭りが祝われた。グレゴリオ歴を用いる教会では1951年に、この祭りが祝われた。今後、ユリウス歴を用いる教会では2075年、2086年、2159年、グレゴリオ歴を用いる教会では2035年、2046年、2103年が、キュリオパス派を祝う年に相当する。古代には、 日付と位置付けをめぐり論争があったが、現在は春分の後の満月の次の日曜日に行われる。復活大祭がハリストスの死を記念するものかハリストスの復活を祝うものかについて古代には激しい論争があった。前者はユダヤ歴の二三十四日、後者はその三日後に相当する日を主張した。論争の末、後者が主流となり、四世紀には 日曜日に復活祭が行われるようになった。最終的な日付の確定は325年の第1回2回屋公会議で行われた。政党振興協会が東西に分かれた東西協会の分裂の後も、両協会はこの同じ規定に基づいて復活大祭の日付を決定している。P 参加復活大祭に特徴的な食べ物としてクリーチとパスハがある。 聖教会の復活祭の風習のうち、最も広く浸透しているものとして、イースターエッグがある。復活祭の方針霊中、信者が持ち寄った染め卵が聖清しされ、また信者同志らんを送り合う習慣がある。聖教とは復活祭の卵を基本的には赤に染める。しかし、スラブ地域を中心に卵を美しく彩色する習慣が見られる。訂正ロシアでは、 贈り物用の彩色イランは、ファベルジュの卵と呼ばれる一連の工芸品へと発展した。聖教会のイースターエッグは色付けによって数種類に分類され、それぞれ異なる名称を持つ。中でも特に複雑な模様を持つものは P 参加として特によく知られている。巧妙習慣の間、復活祭で聖清止された卵を信者は毎日食べる。 また光明習慣の間、聖堂には、アルトスと呼ばれる大きな平たいパンを安置する。これはキリストが常に共にいることをかたどったものであり、土曜日の聖体礼儀で、聖気良しされ、信者に分かたれる。しかし光明習慣に毎日聖体礼儀を行わない。教区では、アルトスも、復活大祭の際に、聖気良しし、信者に分け与える。アルトスは一年保存し、 病気の折などに主の加護を願って食べる。また復活祭の後ではチーズケーキや卵菓子、肉料理など大時中食べることのなかったごちそうを並べて祝縁を設けるのが広くしきたりとなっている。ほとんどの教区では深夜に始まった復活大祭生体礼儀の後午前3時頃から復活祭のパーティーを行い朝5時頃信者が きとに着く姿が見られる。ハリストス氏より復活し、死をもって、死を召し、墓にある者に生命を賜り、新たなるイエルサリムよ、光り光れよ、主の光栄何時に輝きたればなり、シオンよ、今吠いて楽しめ、しか潔き、生か民女よ、何時が生みしおもの復活を喜びたまえ。日本ハリストス政教会教団不主教長、正気当初。 平成3年再版。イース・ハリストスは、中世ギリシア語読みに由来する、イエス・キリストの日本聖教会における表記。中世ギリシア語での読みが、教会スラブ語のロシアでの再建音を経て、日本聖教会での転写、表記に至っている。ギリシア語、イータはすでにコイネーにおいて、発音は、アインになっていた。ギリシア語、イータについての参照、いわくまただし、 新約ギリシア語辞典526ページ、山本書店、2006年5月11日贈呈7版、ISBN48 億4140万303世教会の復活祭と12大祭、日本世教会座、オーソドックスチャーチ・イン・ジャパンでも、復活大祭と、パス派の記述はあるが、イースターの記述はない。ありがとうございます。